はいライトニングネットワークの2チャンネルイスターブリッシュメントの前半になりますハウインターナショナルの望月ですよろしくお願いします、えー、ということで、まあ、ライトニングネットワークの2なんですが、まあ、前回1をやったので、まあ、今回は2という感じですね、はい、今回の本動画の目的としてはライトニングネットワークのペイメントチャンネルの解説、まあ、開くところですねの部分に移りたいと思います えまあボルトベースで解説をしているんですがボルトの方だとチャンネルイスタブリッシュメントっていう風にチャンネルを開くところは名付けられているのでまあチャンネルイスタブリッシュメントの解説になります前半と後半とかはないんですけどまあちょっと長くなっちゃうのでまあ前半で分けてみましたまあ今回の動画のアジェンダですがまあおまかな流れおさらいと前回のおさらいですね で、チャンネルイースターブリッシュに入る前に、まあ、ちょっとライトニングのメッセージのフォーマットとかもついでに解説するので、そこをやって、一旦は前半は終わりという形にしたいと思います。で、まぁ、あ、ライトニングネットワークのおさらいですが、前回ですね、このペイメントチャンネルオープンのハンドシェイクの部分をやったんですが、まあ、今回はこのファウンディングトランザクション作成のギリ手前ぐらいですかね、ハンドシェイクと A と B の中間ら辺ぐらいを解説していきますで一応前回のさらっとおさらいなんですけどハンドシェイクがまあ一応もう終わってますよっていう前提でこれからは進んでいきますでじゃあそのハンドシェイクどんな感じでやってたかっていうと、まあ、やりとりとしては3回でそこでま SK と RK っていう鍵を生成しますとでそれを使ってまあメッセージを符号化したり複合化しますという形の話をしました でまあ、この鍵っていうのは一応1000回ごとに鍵交代しますよーという。で、えー、と内容自体はありがたいことにボルト8に全部綺麗にまとまっているので読みやすいんじゃないかなと思います。で、ハンドシェイクが終わりましたと。では、いよいよペイメントチャンネルの方を作っていきましょうってなった時に一番最初に送信するメッセージ、イ、まあ、ニットメッセージっていうのが一番最初に来るように必ずなっています。 これボルトの方から取ってきたんですけどデータ構造としてはこの上の部分に書かれているタイプ16と書いてある部分ですね、まあ、こんな感じで書かれてます、えー、まあ最初に必ず送信するメッセージで再接続する時もこのイニットメッセージを送りましょうとなっていますで受信者の方もこのメッセージを送られるまで、まあ、ちゃんと待たなきゃいけないメッセージを受け取る前になんか違うメッセージをやり取りしたりとかは、まあ、なしだよという感じですなのでどっちが先にやっても大丈夫です でこのメッセージの中には受信ノードがこれからこんなチャンネルを解説しようとかクローズするなとかまあまあその他諸々の機能をまあ簡潔に伝えるための情報なんかを入れていますで、えーっとまあ、フラグを立てるところがあってグローバルフューチャーとローカルフューチャーっていうところがそれぞれ2ビットずつあるんですけど、まあ、ここはなんかまあ詳しくも書いてないし特に面白みもなかったので省略しましたが まあ一応あの読みたい方はボルトの9の方に書かれていますので見てみてくださいまあ、このイニットメッセージのところはボルトの1に書いていますでついでに補足って感じになるんですけどまあライトニングのメッセージのフォーマットですねが今言ったボルトの1のところに付随して紹介されていますずっとこの形式でメッセージをやり取りするので最初に押さえておいてまあいいかなって感じですねえっと メッセージ自体は2つのフィールドに分かれていて大まかにタイプってところとペイロードの部分ですねこのメッセージはこんなタイプですよっていうところがまず先頭にあってその詳細内容がペイロードの部分として表記されているっていう形になりますでメッセージのタイプは一応4種類あってセットアップコントロールあとチャンネルに関するものコミットメント、まあ、トランザクションに関するものあとはルーティングに関するものが4つですね それぞれタイプのなんか番号がタイプ数0から31とか32から127、128から25みたいな感じでえとなってます。で、まあこんな感じになってはいるんですけど、データ形式的には TLV っていうタイプレングスバリューっていう形式でえとメッセージをやり取りしています。まあなんか枯れた技術になるんですかね。はい。 まあ最初にタイプこのメッセージ自体がどんなものですかっていうのをやったりとかするときにまだ未確定なものとかだったら最初に決められたフォーマットじゃなければまあパンって弾いたりすることもできるし逆に大丈夫だったらそのタイプを見ればえとすぐにあこれは受け取っても大丈夫だなとかえ送信しても大丈夫だなっていうえ判断がつくのでまあ非常にシンプルなデータ構造としてこの形が採用されているようです。 で、えっ、ー、と、一応、そのボルト1に紹介されているメッセージとしてはいっぱいあるんですけど、一応3つですね。最初のイニットと、エラーが起きた時のメッセージと、あと、ピング、ピント、ポンですね。とまあ、ちゃんと通信できてるかみたいな感じのメッセージのデータフォーマットですかね。が書かれています。まあ、それぞれ16、17、18と、まあ、きれいに並んでる感じですね。 あとはデータのところを見てもらうとこの U の16足まあいろいろ何これってなってるんですけど一応2バイトのインテージャー型でここら辺のなんか細かーいパラメータがもうずらーっとボルトの1のところにこうまとめられているので興味がある方は見てもらうとあこんなにいっぱいパラメータあるんだみたいな感じになるかと思いますはいじゃあまあいよいよイニットメッセージを送りましたってなると今回の本題になりますねチャンネルイスタブリッシュメント ンスタブリッシュメントが確率って感じになるのでチャンネルの確率の部分に入りますここではまあ本当にペイメントチャンネルを作りましょうっていう段階でやりとりとしては6回ですね起点はどちら2社間どちらでもいいんですがオープンチャンネルアクセプトチャンネルでファンディングクリエイトでそれに対してサインしてファンディングロックでお互い資金をロックし合うっていう形になりますで今回は前半ということで最初の1番2番だけ、まあ、解説さらっとします で、この内容はボルトの2に入ってます。まあ、6まで全部きれいにまとめられてます。はい、で、最初送る方ですね。オープンチャンネルなんですけど、とりあえずパラメータ見てもらうのが一番早そうだなと思って、ずらーっと並べてみました。まあ、タイプは32って感じで、さっき。 チャンネルに関するもののスタートが32から127つだったんで、まあ、一番最初ですねでちょっと全部を言うのはあれなんですけど、まあ、いくつか気になったところとかは今はまだあのチャンネルが開いていないのでテンポラリーチャネル ID つって、まあ、一時的なチャンネル ID が付与というか作る形になっていますで最初にデポジットしておくビットコインもそうなんですけど相手が使うためのビットコイン量も、えー、とここで設定することができます で、この時は、相手にこれだけの資金をロックしてねじゃなくて、最初に自分がデポジットするかが、無償で、相手にこれだけ使っていいよっていう形で、預けるというか、まあ、これ使っていいよみたいな感じで、やる分のところですね。それが、えっと、上から4番目かな、プッシュマスターとのところになりますね。まあ、そういうのがあったりとか、あとは、なんか問題があった時に、ちゃんと自分の資金回収するまでの期間ですね。この設定とかがありますね。 はい、あとはまあ鍵生成のためのベースポイントが書かれてたりとかチャンネルを作った時にネットワーク内にいろいろ知らせるんですけどその時のためのフラグとかが設定されたりしてます、はい、でこれがオープンチャンネルでネゴシエーション終わってイニット終わった後に片方からオープンチャンネルをバーって投げますとでこれに対してまあ問題なければアクセプトチャンネルというまあトランザクションを投げますと こっちはえと結構簡単でさっきのやつからファウンディングサトシズとかそこら辺がなくなったものですね。まあ、ほぼ同じようなものをまあサインして大丈夫って感じで送ってる感じです。はい。で、これをまあお互い送り,あ送り合うというかまあトントンと1、2と送りますと。で、ここで、まあ 軽い、まあ、注意点ですけど、まあ、一応先ほどですね、テンポラリーチャンネル ID、一時的なチャンネル ID が付与されていますが、これはまあもちろんですけど、まあ、1位な値になっています。あと、現在ですね、現在は最初にファウンディングできるサトシというのは、2の24乗サトシ未満になっています。まあなんか将来的にこれは上がるよみたいなことが書いてあるんですけど、まあ、今のところは2の24乗サトシらしいです。 二の二十四条サトシがビットコイン換算にするとどうなるかちょっとなんか、ちょっと <laughs> パッと浮かばなかったので、ボルトの表記をそのまま持ってきました。あとは、相手が最初に使えるさっき言ったプッシュマソトですね。これは、ファウンディングサトシのかける千倍より低くないとダメですよっていうふうには注意点としては書かれてます。 まあその他はですね、まあ、細かいパラメータとかチャンネル ID とか、まあ、タイプが違ったらチャンネルのやり取り中止させなきゃダメだよとか、まあ、そういう,こう細かいルールがボルトの2の方に書かれてますので気になる方は見てくださいさ、まあ、さっさと来たんですけどまとめです ネゴシエーション後最初のライトニングメッセージはまあオープンチャネルとかアクセプトチャンネルとかまあいきなりこうなんかチャンネルを開くためのものがバッとこう始まるんじゃなくていったイニットメッセージっていうのが最初に始まりますとで今回このチャンネルの解説のためのやりとりっていうのは全体で6回でしたとただ今回解説したのはこのオープンチャネルとアクセプトチャンネルお互いこれからチャンネル開くよねみたいな確認のところだけで終わったって感じですねで今回の範囲の内容はボルトの1と2と 9に書かれてます、まあ、1がイニットメッセージで,でそのイニットメッセージの中に入っているフラグの解説がボルトの9に入っててインスタブリッシュメントチャンネルのところが2のところに入ってますとで前半の6分のあ2か2ですねだけまあ解説したって感じですで他詳しいパラメータが知りたい人はまあぜひこちらをご覧くださいとい感じですはい、えー まあ今回はま i g h t n i n g n e t w o r のまあペイネントチャンネルの解説ですね。チャンネルイスタブリッシュメントっていう風うにまあ定められている部分の前半部分を解説しました。ということで、よければ動画の高評価とチャンネル, <laughs> ンネル登録お願いしますという感じで <laughs>。はい、以上です。ありがとうございました。